12月9日土曜日、グレンデール視聴者前で、サダオ・エス・宗盛メモリアルスクエアの除幕式が行われました。これは、グレンデール市議会が戦没者を追悼するためのプロジェクトで、退役軍人記念碑前の交差点を、サダオ・エス・宗盛メモリアルスクエアと定めました。サダオ・宗盛はグレンデール市出身で、第二次世界大戦中に442連隊に所属し、ヨーロッパ戦線に従軍した日系二世です。イタリアで自らを犠牲にして仲間を救ったことから、アメリカ軍で最高の勲章、名誉勲章を日系人として初めて受章しました。Despite the fact that his family would be incarcerated in Manzanar Relocation Center, Sadao served with the 100th Battalion, 442nd Regimental Combat Team, and sacrificed his life.式典にはグレンデール市長、ゴーフォーブローク・ナショナルエデュケーションセンターディレクター、在ロサンゼルス日本国総領事、サダオ・宗盛の兄弟の孫にあたるジェームス・中木原さんなどが出席しました。The message that I would have is for people, despite how difficult times may be and how things are quote unquote not fair, right, that you would still be a good person, be a good citizen, and be able to serve your country like that. It's particularly important to remember the Japanese-American sacrifice because at the time Sadao Munemori was serving this country in uniform, our own country was denying Japanese-Americans their civil rights. It has taken almost 80 years, but we are properly honoring his memory here in the city of Glendale where he was born and where he grew up. また視聴者内では祝賀会が催され、関係者一同でサダオ・宗盛の功績を称えました。令和5年度の外務大臣表彰を、日本食と日本産酒類のアメリカでの普及に努めた上野俊夫さんが受賞し、その伝達式が12月6日総領事公邸で開かれました。外務省は毎年日米間の友好親善関係に功績のある個人または団体を表彰しています。上野さんは日本食品と関連商品の輸入販売会社、ミューチュアルトレーディング共同貿易に入社。同社による日本酒を中心とした酒類に関する学校、酒スクール・オブ・アメリカの設立に携わり、現在は校長を務めています。その後、同校を通じ、北米を中心に日本酒ソムリエ及び焼酎アドバイザーなどの資格認定プログラムをこれまで12年間実施。認定者数は2700名に達しています。上野さんはこれらの活動により、アメリカにおける日本文化普及に貢献したとして、今回、外務大臣賞を受賞しました。日本人でない人に対して、その日本食、日本酒を広めることで、彼らの食生活を豊かにするっていうのが一番の目的です。それとお互いの食文化を理解することによってお互いの国の関係を良好にするためです。上野さんは今後ヨーロッパやセントラルアメリカで日本酒の啓蒙や教育、酒ソムリエの育成を手掛けていきたいとのことです。11月19日リトル東京の新谷シアターで北広島町の神楽が上映されました。神楽は神様に奉納するための歌や踊りから発展した芸能で、起源は1300年前に遡ると言われています。神楽は日本各地で伝承されていますが、北広島町はおよそ70の神楽団が活動する神楽が盛んな地域です。今回の公演は北広島町の支援によるもので、さまざまな神楽団から集まった有志18人が参加しました。この日の演目は、勇者が山奥に住む鬼と戦うもみじ狩り、そしてもう一つは日本神話を題材とした八岐大蛇が披露されました。団員の熱演に加え、華やかな衣装、美女が鬼に変身する早変わり、まるで生きているかのように動く大蛇との激しい戦いなど、エキサイティングな舞台演出が満員の観客を魅了しました。It was the first time we ever saw anything like this. 素晴らしいでした。本当にすごかったです。楽しかった。Oh, it was wonderful. Thank you very much for coming. I look forward to visiting next time I go to Japan. 南下日経商工会議所は、
毎年恒例のお正月 in リトル東京を1月1日リトル東京のウェラーコートとジャパニーズビレッジプラザで開催します。鏡開きや餅巻き、太鼓演奏、獅子舞、フードや物販のブースが並び、ロサンゼルスで日本のお正月気分が味わえます。入場は無料。詳しくは JCCSC の Facebook facebook.com/JapaneseChamberOfCommerce まで。 LA 大工混声合唱団は1月7日日曜日、リトル東京の新谷劇場で第7回新年大工演奏会を開催します。2024年はベートーベンが大工作曲して200年にあたります。オーケストラと100人以上の大合唱をお楽しみください。入場は無料。お問い合わせは la.aol.com まで。オレンジ郡日系協会では、さまざまなオンラインクラス、セミナーを主催しています。1月27日土曜日には、健康セミナー、行動とアルツハイマー病をズームで開催します。アルツハイマー病や認知症の家族や友人との暮らし方のアイデアを、専門家が日本語でお話しします。受講は無料ですが、事前に予約が必要です。詳しくはウェブサイト ocjaa.org まで。ソーカルジャパンはジャパンハリウッドネットワークのウェブサイト jharriwoodnet.com でもご覧いただけます。